はいはい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。 TKZGT、タカ ZGT というものです。ちょっと実験というか、まあ試したいことがあって、まあ日野新シャドウがいれば、まあこういう日野新シャドウ以外 SS でも勝てるんじゃないかっていうので、まあちょっとやっていきたいと思います。はい、まあ日野新ばっかりですね、これ。日野新3体やっていきたいと思います。日野新3体で勝てるのか、多分か、あーでも足りないですかね。まあ、早くフィーバー入れれば多分勝てると思います。はい。わかんないです。火力が足りないかもしれないですよね。今回ね、攻撃キャップ使えないんでね。まあ、HP は高いですね、今回。SSS パーティーより HP は高いと。ちょっと間に合わないか、間に合わないか。ちょっと間に合わないのか、間に合わないのか。ちょっと間に合わない。ちょっともうちょっと早く踏みよう。ちょっと技ゲージ溜まってないですね。ああ、これで溜まる。ああ、溜まった。まず打っていきましょう。どのぐらいかな？なるほど。で、技打っていく。これでどんなもんですか？これで、ああ、6万か。足りないですね。6万じゃ足りないですね。ああ、なるほど。あ、いけちゃった。いけちゃいましたね。はい。ちょろかったです。はい。いけちゃいましたね。ちょろかったですね。おー、強い。やっぱ日野新シャドウ強いですね。いけちゃうんですね。やばい。やっぱ日野新シャドウですね。今回は日野新シャドウゲー。持ってる人はもう、最高ですね。いや、大きい。まあ、日野新シャドウいれば、まあ、ね、あとはアタッカー他にいては、いけるって感じですね。まあ、この辺たちもね、種族効果アップしてるんでね。まあ、それもあって、いけちゃいましたね。まあ、SS でも使えるキャラいっぱいいますね。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。短い動画なんですけど。まあ、ちょっと撮ってみようかな。まあ、種族効果 50% ですからね。この金食い姫がね、スキルレベルマックスなんでね。まあ、さっき行きましたけど、まあ、もうちょっと種族効果下がってて、少なくても、まあ、3発打てば、いけましたね。技ゲージがこの溜まんなかったんでね、打てなかったですけど、溜まってれば、まあ種族効果低くても、ああでも種族効果低くと、ああそれでも いけたんですかね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。まあ日野新シャドウ持ってる人は最高ですね。サバ缶と持ってないんでね、はい。どうしよっかなと。まあ、特殊能力、まあ、手に入れるしかないですかね。手に入れるには。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。さよなら。